マネキグモ。マネキグモは、渦グモかマネキグモ族に属する棒状の姿のクモである。簡単な縄毛を張る。本種は極普通種ではあるが、その細長い棒状の体と、簡単すぎる、網のためになかなか目立たない。体長は、有志ともに12から15ミリメートルの中型のクモ。体は全体に細長く、褐色から灰色。東京部は、 細長い楕円状の卵型、全体にのっぺりした扁平。目の配列する部分が、やや隆起し、幅も、少しだけ広い。目は4個で、頭部の幅いっぱいに並ぶ。なお、この属のものの目としては、国外には6個の種もある。この種の場合、前列眼が耐火したものと見られる。不脚4体は、前後に伸び、第一脚は、特に長く、体長を超え、またやや太い。 他の3体は、やや細くて短い。第四脚は、伸ばすと、腹部の端を少し越える程度。腹部は棒状に近い楕円型で前に近い中央が、やや太い。後端の背面側が多少尖っている。全体に灰色がかった褐色で、背面に体になる薄い模様が見えることもある。森林に生息する。林園の木陰などによく見かけられ。 寒木の間に網を張っている。網は、ごく簡単なもので、Y 字に糸を張っただけとか、もう少し本数がある場合もあるが、とにかく数本の糸が互いにつながっただけのものである。その差し渡しは、数十センチメートルから二メートルくらいになる。これらの糸の中ほどの部分に幅広く白っぽく見える、部分がある程度の長さにわたって存在。その部分が、粘着部である。これは、 まず糸を張っておいて、そこに、ふわふわの粘着糸を沿わせたものである。雲の本体はどれかの糸の中ほどより、端の方に、あるいはその糸が、器物に付着している部分にいる。あるいは、糸が二股に分かれた場所にいて、二本の糸に、両前足をかける。その際、すべての足を体に沿わせて、前後に伸ばし、前足を網の方に向け、じっとしている。 Y 字のところにいる場合は、両手に一本ずつ糸を持つような具合である。その姿は糸に引っかかった単なる小さな枯れ枝にしか見えない。したがって、これを知っていなければこの雲を発見するのはとても難しい。なお、ただじっとしているだけでなく、時折前足で糸をたぐり寄せるような動きをする。それが手のひらを下に向けて手招きするような動作なので和妙の 招き雲はここから来ている。実はこの時、雲は糸をある程度引っ張っており、手元にはたるみを作ってある。粘着部に虫が引っかかると、雲はこの糸を緩めるため、粘着部は虫に絡まって捕まってしまうのである。雲はその後に虫に近づき、後ろの足で糸を虫にかけて絡め、丸めると頭の上に乗せるようにして運び去る。その後に定位置に戻って食べる。 なお、この雲は昼間も網の上にいるが、昼間は網の一番端にいるのに対し、夜になると網の中央近くに出てくる。これは、この雲が夜行性で、昼間は休止中で、夜は活動状態にあるためと考えられる。雲は暗くなると端から中央へ移動し、日の出前に端に戻り、この時一度その場で糸を切り、繋ぎ直す行動をとる。この移動は、 明るさの変化によって起こるもので、季節による日の出日の入りの変化に合わせて時刻も変わる。初夏に繁殖し、メスは黒っぽく細長い卵納を作ると餌と同じに頭に乗せて持ち歩く。あるいは上毛の糸に沿ってぶら下げる。卵納は数個作られる。本州から九州、南西諸島に普通。ただし、常日のように擬体が巧みなので、 初心者や素人にはなかなか見つからない。見慣れると、いくらでもいる普通種である。国外では、韓国と中国から知られる。招き蜘蛛族に含まれる種としては、日本では、石垣島と西表島に、緑招き蜘蛛が知られる。招き蜘より、やや小柄で細身、全身が緑色をしている。この種は台湾まで分布する。なお、扇蜘蛛は、 招き雲をふと短くしたような形をしている。扇雲の幼虫は、招き雲のような縄毛を張ることが知られている。常実のように、この雲の網は、数本の糸を張っただけのものである。このような網は縄毛という。渦雲蛛かは、縁毛を張るのが標準なので、この網もそこから変化したものと考えられる。しかし扇雲の場合は明らかにその一部が、 残ったということが見て取れるが、この種の場合、どのような経緯でこの形になったのかはわからない。なお、同様に上毛を作る雲にオナガグモがある。細長い体をしている点も共通しており、同様な網を張ることでの修練とも取れる。また、このためにかつては、オナガグモも糸の一部の粘着部で虫を取ると考えられ、糸一本ではあるが、粘着力が強いので虫が捕まるのだ。 などと書かれた解説書すらあった。しかし後にお長雲のそれには粘着部が一切なく、それを辿ってくる他の種の雲を狙うことが明らかとなった。なお、一本糸に虫がかかった場合、これを取り去ると当然糸が切れる。上毛で糸が切れれば網全体が壊れてしまうが、実際にはそのようなことがない。これは虫を取るために糸を切るのであるが、 雲はその両端を足で引っ張っており、その後にこれをたぐり寄せて繋ぎ合わせるのである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。